号で乙女 B& シャスでした。さあということはどうなっているのか、リクエストフィンガー5、はい、今週最もリクエストが多かったのはこの曲だ。相番をお聞きの皆さん、イーナナ、カネナリさん、ツバキさん、こんにちは。モーニング娘。の道重聖美と石田恵美と工藤遥香です。はい、ということで放送100回を迎えられたということでおめでとうございます。おめでとうございます。なんと2011年の10月2日に番組が開始したそうなので、はい、10期と、そうですね、ほぼ同期。はい、はい、すごいね。9月29日なので、おお、ほとんど同期です。先生には1回公開生ゲストとしてご参加させてもらったんですけど、はい、すごい楽しかった。本当ですか？その時もなんかこう結構ね、メンバーのね、暴露話とかしてすごい盛り上がったらしいです。旧メンバーの福村美月さんと林涼さんを加えて4人でお邪魔したんですけど、私椿彩菜さんと最寄り駅が一緒だったんですよ。ものすごい地元なんです。それはじゃあ地元トークで盛り上がりました。はい、盛り上がりました。なるほどね。そして番組でこうモーニング娘。特集を、ね、してもらった時があったんですけど、はい、その時は仙台のコンサート会場からコンサートとコンサートの合間で、はい、覚えてますね。電話出演、ね、したりとかもして、はいはい、モーニング娘。お世話になってるんですけど、はい、最近椿さんはモーニング娘。のファンになったみたいですよ。ありがとうございます。最近だったんですね。今更感が出てきて、はい、本当にありがたいことだなと思います。はい、私道重とあと工藤のファンということなんですね。はい、ありがとうございます。なんかさゆみと工藤ってあんまり共通点がない感じがして。そうですね、あんまり道重さんと私2人をしてくれる人ってあんまりいないと思うんですけど、ちょっと珍しいですね。そして石田も入れてほしい。石田のことを好きな人は、はい、ディレクターさんが、おお、石田推しみたいだよ。ありがとうございます、ね、なんかディレクターさんだからちょっといろいろ私のことをまた出してほしいですね。あ、確かに。そうだね、はい、一番ね、力持ってくる。そうですよね。そうだよ、またラジオにね、はい、いっぱい呼ばれるかもしれない。ぜひ。あ、よろしくお願いします。番組の力を使って毎週大事ネタを入れようとするんだって、はい、へえ、やっぱそういうことだ。わー、いいな。やったー。はい、まあ、でも本当にね、この2年間で私たちモーニング娘。もいろいろと、はい、変わったんですけどね、はい、まあ、最近で言うとこう8月28日に新曲「わがまま気のまま愛のジョーク」と「愛の軍団」を発売させてもらったりとかもしたんですけど、はい、ぜひぜひ聴いてほしいなと思うのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。でね、またコンサートとかにもぜひ会いに来てもらえたら嬉しいなと思います。もあるのでお待ちしております。待ってます。以上、モーニング娘。の道重さゆみと石田恵美と工藤遥香でした。バイバイ。バイバイ。いや、ありがとうございます。お祝いメッセージね、ありがたい、本当に嬉しい ね、 ね、ちょっとまたタカディの話出てきた、ね、ちょっとあのさ、届きませんから残念って言ってたのにさ、まずいよ、届いちゃったよ、本人の耳に入っちゃったよ。しかもちょっと喜んじゃってるし、大臣言ってもね、多分まあ僕がその道重さんと、うん、クルーをしてる気持ち、うん、彩菜ちゃんが、うん、モーニング娘。を好きな気持ち、はい、よりも多分タカディが大石を好きな気持ち一番ですからね、うん、だって地方まで握手会行ったりしてますからね。そうですよ、うん、写真集も買ってるし。そうそうそう、ウィスじゃねえし、ウィスじゃねえよ、本当にしょうがないね。何を気取ってるんだね、そこで君は。俺すごいっすみたいな顔してる、本当嫌になっちゃうね。でもね、本当にコメントね、ありがとうございました、ね、だから次あたり、うん、本当大石がね、うん、そのゲストとモーニング娘さんがね、うん、来る時は大石が入ってるかもしれない。怖い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 。そうなったらもうあそこに鉄格子つけるからね。そうだね、そこはやめましょうね。はい、でもあの3作連続ね、オリコンウィークリー1位を獲得ということでね、ますますノリに乗ってますからね、うん、そうですね、うん、はい、お祝いのコメントありがとうございました。ありがとうございました。リクエストフィンガー5、6週連続のランクイン、そして1位に返り咲きました。モーニング娘。でわがまま気のまま愛のジョークでした。